अपन पैक खेल रहा हूँ अल्ट्रा हाई है टेक्नोलॉजी सब ऑन है, रियलिस्टिक का रखा है मैंने। Automatically lower frame rate and power usage during activity. Suspension source क्या है? Suspension source क्या है? Main source क्या है? तो ये reward मिलते हैं। सारे download हो चुके हैं। मैंने story कहाँ तक complete करी है? तो मेरी स्टोरी यहाँ पे है 3x6। ओके मिन्ना चोशी वा दो ज़्यादा बकचोदी नहीं करेंगे, प्ले करते हैं गेम को सीकली। कुछ भी कहो भाई, गेम के ग्राफिक्स बहुत ही फाड़ू हैं। एक और वीडियो मैं रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ। ये क्या हुआ? अच्छा, रेसिंग हो रही है, सिनेमैटिक दिखा रहे हैं। गाइस ये बिना वीपीएन के नहीं चले। バイオニアジュニアのセカンドドライバーが2位でフィニッシュしました。最高のレースでした。今シーズン彗星のごとく現れたルーキーによる圧巻の活躍でした。今バイオニアジュニアの代表が最高の笑顔でホームから飛び出しています。ルーキーの今シーズンの活躍は全員の予想を大きく上回るものでした。मोबाइल पर मैं देख रहा हूँ अभी। अगर कंटिन्यू करते हैं। गाइस लंबोर्गिनी मिल रही है यार रेसिंग के लिए। अलेक्सांड्रोस सान वा भाई साहब लंबोर्गिनी, ओए होए ओए होए भाई, कुछ भी को गेम भाई फाड़ू है। सैन फ्रांसिस्को वहां पर रेस होगी। ओके चलो भाई रेस करते हैं। ओ
犬には吠えさせておけばいいの。私は全く気にしてないわ。5位以内であれば高確率で決勝レースに進めるはずよ。でも私は 100% の昇格を目指したいわ。なら3位以内を狙って。大丈夫？状況は？問題ない、まだ走れるわ。オーバーったら乱暴にも程があるわ。ओ भाई जीत गया क्या? ओ भाई सिनेमैटिक मार रहा है भाई मार। あ、コンシガル。大変でしたね。ノーマン選手の反則については、グロリアさんが申し入れに。オッケー、ガイス。あ、コンシガル、アスティン・マーティン。あ、メリー・ダーリンがフォンあげや。もしもし、グロリア。ノーマンの。チャラカタスコ。チャラな。スタートカタヤ。今日あなたと一緒に。बहुत बोलते हैं यार, बहुत बोलते हैं यार, बहुत ज़्यादा। भाई साहब, कहाँ कहाँ रेस हो रही है यार? वो यूपी तो चल, चौंसी वाला तो नहीं। 誰も話すつもりないわけ？アントニオ、あんたがなんか話してよ。それじゃあ、みんな。今回はただのエキシビションレースだ。下落に行こう。さて、私たちを最初に追い越すのは誰かな？リオ、まさかアレクサン。Guys, अगर आपके में ये game नहीं चल रही है, तो अगर आपको एक और video इसके ऊपर चाहिए, तो मैं बना दूँगा. बस आप comment करें और subscribe जरूर करना, guys. अब यार यही सड़ी हुई गाड़ी मिलती है मेरे को यार. फिर सैन फ्रांसिस्को में जा रहा हूँ मैं. आप तो बहुत बड़ा है भाई.
走り切ったわね。お疲れ様。こうなったのはあなたのせいじゃない。あなたは全力を尽くしたし、素晴らしいレースを見せてくれたわ。マシンのことは私に任せて。クロリア、本当にありがとう。前にガリアンオープンを。どうやらお前もここまでのようだな。たらく。मैं डार्लिंग का फोन आ रहा मुझे मुझे जोश वादो हेड बे今日は勝負の日です。チャンスを生かしましょう。じゃあ、ドカンペ。サンコジャンガーズ。おれ、バープレ。モンテンペレソー。あい、でかろ、キャイグラフィックス。いのね、いえ、ゲーム、ねえ、キャラ、ジャケ、キャロ。ヘアピンカーブの地獄、ハクーンさん。張り切っていきますよ。予定をクリアするのは、ドリフトの合計距離と規定タイムを達成する必要がありますよ。アレクサンドロスさんは合格ラインのペースで走ります。つまり彼に勝てばシニアメンバーになれるってことです。さすが、俺が認めたルーキーだ。ありがとう先輩、そう言ってくれて嬉しいわ。残念だけど、俺は今年で引退だ。あんたとチームメイトにはなれないが、少なくとも一緒に走れたな。シニアチームでもどんどん活躍してくれ。I'm Mary Darling. 目覚ましい成長ね。特にドリフト。正直ここまでとは思ってなかったわ。チャンピオンカップの間、リオから毎日技を伝授してもらっていたからね。特にドリフトに関しては何度も教えてもらったわ。そうだったのね。私からもリオにありがとうって伝えて。バッバッやって。あれ
Ada apa? Ya apa halnya? Okay, brother. Jump. グロリアからの電話？ま、あなたがチームを離れてから私もなんだか居心地が悪くて。そんなことよりレーサーズクラブで友達はできましたか？ちょっと待って、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 लास्ट रेस है। チームの経営陣らしいわ。スカウトに来ているとか。そうだったのか。ならこの俺がいるから満足して帰れそうだな。 Z4 のさっきのコーナリング、一切の無駄がなくてかっこよかったわ。クリスティーナだ。 Z4 だ。
ーサーの中でもトップクラスのスターだぜ。彼女のことをよく知ってるよね。優勝したレーサーはなんとつい最近チームパイオニアジュニアに加入したばかりのルーキーでした。情報を訂正します。どうやらパイオニアジュニアをすでに辞めたそうです。しかし今はトレード期間ではないはずですが、どのような理由でその決断に至ったかは分かりませんが、とにかく優勝おめでとうございます。やん、レースでお前やんないや、パーバーちょっとかよかった。こんにちは、ウィル。こっちがりでどマクラーレンでどマクラーレン。68ですあれ、ガイス。ガイス、リコード。レースが始まりました。レーサーたちが一斉にスタートしています。今回の電動ファイナルの優勝候補は3名です。ウォリアーのウィル選手、無所属レーサーのフランコ選手、そしてチームパイオニアを脱退した話題のルーキー。またお前さんに追い越されるとは。でも俺は諦めないぜ。すぐに追い越してやる。待ってるわ。誰も喋らないのかい。みんな張り切ってるね。でも失望するかもしれないけど、噂のど偉い人は結局来ていないみたい。俺が欲しいのは勝利の栄光、ただそれだけだ。誰が来ようが関係ないな。戦闘の景色は最高です。勝った気になるなよ。まだレースは終わってないぞ。後ろでアルプス山脈の景色でも楽しんでいて。好物だろ。